にちは、まめと申します。月の記憶実況プレイ続きやっていきたいと思います。ね、前回はね、終わりは、お母さんとお父さんが、ステラを捨てようっていうことで、もう今夜結婚するぞっていうことで、今に至ります。ステラ、揺れてる？馬になんか乗せられてますね。馬？よし、ここだな。なんだかドキドキしちゃうね。いいから早くに、荷台から下ろすぞ。わかってるって。いった。おい、早く閉めろ。私が閉めるから早く鍵を貸して。何？一体どうなってるの？これは、麻袋？なんで私、麻袋の中に。オッケー、ちゃんとかけたわ。かかったわ。よし、とっとと家に戻るぞ。もし誰かに見られでもしたら厄介だ。そうね。もしクレイトン家の奴らに見られでもしたら。私、どうなってるの？暗くて何も見えない。やっと出られた。ここは？いっそ本当に捨てちゃいたいわ、あんな娘。やっぱり捨てられちゃったか。お母さんの手鏡。あった。よかった。暁お母さん。何？何の音？この窓から？あ、にゃんこちゃん。あら、かわいい。あなたどうしてここに？それに、こんな小さな窓、よく潜れたわね。こんなところに来ちゃダメよ。早く帰りなさい。私についてきたの？悪い子ね、ほんと。クレイトン家にて。いけません、お坊ちゃま。このような夜分に外出なされては。平気だって、母さんには内緒な。お坊ちゃま。持っていくものはこれと、あとこれかな。ああ、まったく奥様も、いつも、すっておいでではないですか。お坊ちゃまには、ご自身でお決めになられたことをきちんとやり遂げてほしい。そしてそれに責任を持ってほしいと。それにご結婚の方はきちんとお考えですか？あなた様も今年でもう二十歳か。そろそろいい人の一人や二人いてもよろしいお年頃なのですよ。それなのにあなた様と来たら、特に何もするではなく動物たちと戯れたり、街の方へ出かけたり。聞いておられるのは誰ですか？お坊ちゃま。大丈夫だよ、すぐ戻るから。お坊ちゃま。はぁ、まったくあの人と来たら。ひーちゃんみたいにやればよかったな。さてと、行くか。今回は挑発イケメンですな。なんだ。持っていけないと。急ぐか。あ、屋敷か、これ。でっかいな。でっかいな。まだ、外に、ここ、どんなオブジェだよ。すごいな。急ぐか。何を、なさろうとして、おいでですか。急ぐか。どこに？お？早速お迷子になっちゃったんだけど。どうしましょう。出るんじゃないの？
出るんじゃないですか。え、何にしたら、何にしたら、あ、こっちか、こっちか。え、違う違う、ちょっと待って、あ、こっちか、こっちか。あ、びっくりした。北の館かな？じゃあ上でいいのかな？はい、すいません、失礼いたしました。では続きやっていきます。悪いパパとママだ。とりあえずでも北の館を向かったらいいんだろうね。パパたちは追わずに。でもこの人はなんで北の館に向かおうと思ったの？相変わらず不気味なとこですな。さあ始めようか。何をだろう。ん？お、これからどうしようかな。帰るところなくなっちゃった。それにしてもここ、なぜなんだろう。ろうそくついてるし、誰かが住んでるような場所に、誰か住んでるような場所にあの人たちが捨てるはずないし、どうせ行くあてなんかないんだ。少しこの中を歩いてみよう。じゃあ、にゃんちゃんにセーブして、探ってみますか。あ、なんか、またなんか北の館、変わりましたな。広い広い。あ、鍵。鍵？古びた鍵を手に入れた。我らがやっている研究だけでは、とても事実性に欠ける。そこで私は考えたのだ。お遊びのような動物実験をやめ、実際の人間を使った実験にしてみてはどうかと。これならば結果はすぐに出る。今までのように幾度ともなく動物で効力を確認し、人間に投与するまでに数十年の、月日を要することもなくなるに違いない。ちっちゃないよね。なんかいろいろ。研究データ、これは一体？人体実験を行うに際して、最も、問題となるのは材料の確保である。もちろん死体などで、実験したところでは意味がない。私が欲しいのは生きた人間である。それに、この課題については、やはり周囲の賛否が、分かれる。しかし、クレイトン家に監視されることがないのは、実にありがたいことだ。そういえば、前回の、思い出の記憶の時、人体実験っていうか、あれだったよな。生きた人間を人形にしたりとかしてましたよね。絵画にしたりとか。その実験をまだやってるってことかな。これなんだろう。見たことないな。ガラス？血がいっぱい。すごく細かく描かれてる。これもやっぱり人なのか、人なのか。難しい本ばかり。数字ばかり書いてある。これどこの言葉かな？この液体なんだろう。錆びついてるみたい。今日も彼女はここにいる。そして明日も明後日も。誰も誰も誰も僕の相手をしてくれない。でも彼女は違う。彼女はいつも僕を見てくれる。彼女がいてくれれば僕は何もいらない。そう、何も。難しい本ばかり。これは一体何だろう。とりあえず鍵を手に入れました。じゃあ一回セーブして。じゃあ。早速古びた鍵を。わー、めっちゃすごい！大きい綺麗な絵。綺麗な絵。あ、この絵動かした跡がある。でもこんな大きな絵、一体どうやって動かすんだろう。本棚が怪しいよね。何も入ってない。これ怪しいよね。右に押せってこと？わかんない。右に押せってことかと思ったんだけど、まあまだ行ける部屋があるから調べてみます。触らない方が良さそう。楽しいな楽しいな。だって僕にはいつもそばにいてくれる人がいるんだから。これも綺麗な絵。綺麗な。おお、パンパンパイ。どうしてだろう。彼女は僕を見ると悲しい顔をする。どうしてだろう。僕は彼女が好きなのに、彼女は僕を好きじゃない。そんなの絶対許さない。
そんなの人の勝手じゃない。触らない方が良さそう。好き嫌いは人の勝手じゃない。右、あれどういう、あ！絵画の女の人がいない。あれ？さっきまでここに人の絵が描かれていたはず。どういうこと？よく見たら、額縁のところにボタンがついてる。はい、押してみました。何の音？これで絵が動いたのかな？全然、右っていうのと、関係が分かってないが。うわ、どういうこと？鎖？さっきはなかったよね。引っ張ればいいのかな？あ、それで右ってことか。右の鎖を引っ張る。おー、開いた開いた開いた。絵が動いた。そう。取っていこう。うわぁ。え？ダメ、向こうから鍵がかかってるみたい。なんかおるよ。ああ、消えてった。この場所どこかで、鍵がかかってる。中央廊下って書いてある。そこがいけるのかな？ああ、熊ちゃんが宙吊りになってる。鳥かごが浮いてる。上に何かぶら下がってる。クマちゃん、クマちゃん。取れないクマちゃん。こっち側は入れないみたいだね。牢屋っぽいな。あ、何これ。座って大丈夫？あ、ちょっと綺麗な部屋かも。面白い。あれ？この本開かない。鍵がかかってるみたい。え、うちうちたち綺麗なんだけど。え？にゃんこちゃん。何？ちょっと、こっちから調べよう。素晴らしい。やはり動物実験とは訳が違う。私の考えは間違ってなどいなかった。人体実験に反対する、ものどもも、この成果を、見れば何も言えまい。いや、そもそも私は誰にバレることを恐れている。最も恐るべき、クレイトン家ですら、この実験に賛成しているのだから。どうしてかな？昔のことが思い出せない。僕はここに来たことがある。いや違う。僕はここに。でもそんなことどうでもいい。彼女がいるなら、他のことなんてもうどうでもいいんだ。汚れていて読めそうになる。なんだろうこれ。これは、人形？黄色の人形を手に入れた。怖い。アイテム。手鏡と人形。アラマンダ。アラマンダ。黄色い服を着た人形。アラマンダ。アラマンダを手に入れたことで、どっか開けてくれた。鎖っぽいな。鎖が下がってる。ああ。あ、鍵が。中央廊下の鍵を手に入れた。落ちてきたのかな。クマちゃんは降りれない。うわぁ、びっくりした！心臓が今、めっちゃ、ドクンってなった。ダメなんだよ。急な音がしね、本当にダメなんですよ。やばいな。じゃあ、こっちか。あ、もしかして、中央廊下の鍵を使った。よかった、開いたみたい。なんで割れた？割れちゃった。私のせいかな。いや。入った瞬間に割れるってなんか、どんだけなんか臭い匂いを発してるみたいな。そんなね、全く呆れたもの。あ、ちょっと待ってください。失礼しました。全く呆れたものだ。これほどの研究成果が出ているというのに、なぜまだ反対する者どもがいるのか。私は時間がないのだ。ことは一刻を争う。こうなっては致し方がない。非常に残念なことだが、こうするしかないだろう。実に優秀な者たちだったが、研究員を実験にしたのか。彼らには実験体となってもらうしかあるまい。
さっきからこういうものばかり見るけど、ここは一体何なんだろう。私、どこに捨てられたんだろう。それにこの館、すごく変な感じがする。さっきからいろんなものだね。この貝がなんかすごいわ。もう割れないよね。もう割れないよね。よし。錆びてる、飽きそうね。じゃあまた戻るしかないのか。濡れた壁に鍵が入ってるとか思ったんだけど、違ったか。開くというかね、向こうから鍵がかかっている。どうしたもんかね。どうしたもんか。落ちてきたのかな。あ、入ってる。ちょっと待って、セーブしよう。よし。確実になんか誘われてるよね。よし。あれ、確かここ鍵がかかってて。入っちゃった。やだ。こっちから行く。なんか怖いな。地形を使うもの。やだ、これなんか出てきそう。見たくない。見たくない。なんか落ちた。勝手に落ちてきた。なんか怖いな。地形に使う。なんか持っていけないな。あー、テレビ絶対やばいな。来る、きっと来る。あ、鍵。上にあるの、鍵。何も映ってないのか。何も映ってない。鍵を取りたいんだよね。椅子。今んとこわかん、え、一人は嫌。一人は嫌。そうね、そうね。わー、拷問部屋？なんなのこれ。一体何が起こっているのかわからない。気がつけば俺はこの研究所のようなところにいた。俺は今どうなっている？なぜここにいる？昨日までは確かに妻や子供たちといたはずなのに、ここにいる奴らがやばいことだけは俺にもわかる。時々来る、白衣を着た連中が俺を見て何かを書いている。俺にはよくわからない単語の羅列にしか聞こえない。とにかく早くここから逃げ出さないと。あ、君なの？血じゃないよね。触りたくない。血？なのこれ。どこへ行くの？鍵がかかってる。扉の向こうから何か物音がするのに。幼女が走り去っていったように。鍵が落ちているってことに見える。なんとかして取りたいの。何回も調べてた。椅子動かせないよね。どうしたらいいんだろう。これ取ってこい、鎧さん。どうやって取るんだろう。来たお兄さんがいっぱい来た。私のことを見ながらいろいろなことを言っている。私はいつもお母さんとお父、いつお母さんとお父さんに会えるのかな。早く迎えに来てくれないかな。昨日から私はいろんなお薬を飲んでいる。飲んでも飲んでも白いお洋服のお兄さんが持ってくる。おかしいな。私今日何？可愛い子供部屋なんだけど、なんか怖いよね。古びた鍵を手に入れた。
どこにも行かないで。あー、びっくりした。びっくりした。これ、この遊び道具？あ、割れちゃった。できる。積み木とかも、ペロペロキャンディーとかもある。よし。あー、怖い。さっき拾った鍵、ここのかな？扉の向こうから音がするんだけど、開けてみても大丈夫だよね。古びた鍵を使った。開いた。え？え？うわ、キャッ。ってあれ？そんなに痛くない。うわぁ。さっきまでさ、半透明だった人じゃない？本当にごめん。まさか扉を開けた先に人がいるなんて思わなくて。いえ、そんな、私も扉を開けたら人が飛び出てくるなんて思わなかったから。普通はそうだろうね。それに、この館に人がいるなんて私知らなくて。え、君も？というか君、この館の子じゃないの？それじゃあ、あなたもこの館の方じゃないんですか？ああ、気がついたらこの館にいてね。気がついたら、ここに来るまでの記憶がさっぱりなんだよな。帰ろうにも、なぜか窓という窓は全部開かないし、出口らしい出口も ないしさ。なんとかこの館から出られないかといろいろ試していたところなんだよ。そうだったんですか。でもよかった。この館に俺一人しかいないと思ってたよ。私もこの館に来てから誰とも会わなかったから。ほんと、君がいてくれて少し安心したよ。ところで君はどうしてこんなおかしな館に？私もよくわからなくて気がついたらここに。君も？ってことは君も出口は知らないってことだよね。すみません。どうして君が謝るの？君が悪いわけじゃないよ。そうだ。ねえ、よかったら俺と一緒に行動しない？え？君もこの館から出る方法を探しているんだろ？それは。同じ目的なら一緒に行動した方がお互い心強いし。それに君みたいな女の子がこんな館を一人で歩き回ってるのも心配だし。でも。俺の方は平気だけど。君の帰りが遅かったらきっと君の親も心配すると思うよ。だからさ、俺と一緒に。ごめんなさい。一緒には行けません。ちょっと。もし出口を見つけたら必ずお伝えしますから。ごめんなさい。おい。帰れないもんね、セラちゃんは。あの子、どこ行ったんだ？俺、何か気に障るようなこと言ったかな？帰るところがないって言ったら、今の人どういう目で私を見るんだろう。誰にも知られたくない。私が捨てられたこと。触らない方がいいわね。これはちょっと、びっくりした。とりあえず、セーブして、今回はここで終わりたいと思います。これ、次回ちゃんと見ますので。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。